ワンシークエンスで通信シークエンスのコンパルソリーということですが、大変難しい課題だということですので、今リンクに登場しておりますのはソルトレークの銀メダルのカップルです。ロシアのロバチェワ・アベルブフです。ちょうど樋口さんが指摘されたように大変難しいワルツだということですので、はい、ゴールドメダルの模範演技ということ で、ね、まず最初にご覧いただきましょうか、はい、とてもあの素晴らしいダンサーですので、はい、模範的になると思いますのでよく見といていただいたらいいかと思います。はい、音楽が始まってから2小節は8小節、あ、8小節ですね、はい、8小節はイントロダクションということになりますが、はい、自由にあの演技していいことになります。はい、スタートポジションが決められておりまして、ジャッジ席から見てちょうど右奥のコーナー、ここです、はいはい、ここからスタートしてリンクを2周いたします。ステップの正確さ、そしてホールドのしっかりした、はい、減点箇所のところでしたがとっても良かったですよね。はい、このあたりもちょっと複雑な動きがあります。そうですね、難しいんですがバレエの動きですね。はい、さてこの後ジャッジ席の中央に行きますが、このあたりも減点の対象になる箇所ですね。はい、そうです。ここからです。女性がよくコントロールされてるかされてないかを見ます。とっても良かったですね。素晴らしくコントロールされてました。足元、フットワーク、エッジワークにブレがないというのがまず一つの課題ですね、はい、ここからまた2周目のパターンになりました。はい、1周目と同じようなステップで進んでいきます。はい、セカンドシークエンスです。ちょうどジャッジ席の左の隅をターンしているところです。これからジャッジ席の中央に戻ってきます。はい、とてもエレガントですね。よくコントロールされてますね。とても難しいところなんですよ今のところは。まもなくジャッジ席から見て右コーナースタート地点に戻ってきます。はい、これでもう終わりなんです。これで2周、はい、2シークエンスのコンパルソリー第1課題が終わりました。衣装も非常に清楚で、はい、優雅さが出てますよね。そうですね。ソルトレークオリンピック銀メダルのカップルロバチワ・アベルブフの第1課題の演技をご覧いただきました。難しいと言われるフットワーク、エッジワーク、それから体のホールド この体勢をスローモーションでご覧いただきましょう。そうですね、ここがまずクッペポジションという、はい、そうですね、これが減点箇所、キリアンホールドといって一緒にしっかりとっても上手に一緒になってましたけども、はい、あのちょっと下手な近いグループになるとちょっと分かれてしまったりするんで、ちょっと距離が出たりするんでとても難しいところですね。はい、向きも体の感覚もしっかり保たれてなければいけないんですね。はい、今回の世界選手権長野大会のゴールドメダルの一番手候補、ロシアのイリナ・ロバチワ、イリア・アベルブフのこのカップルです。そうですね、特にダンスはこちらのカップルは上手ですね。はい、はい、あの美しいと思いますよ。はい、まず、第一点ですね、はい、ファーストマーク 5.7 まで出ました。技術的な点数ですね。はい、これはタイミングとエクスプレッション、はい、タイミングと表現力ですね。はい、いい点数が出てますね。はい、5.5 から 5.8、まあ、このカップルにとっては予定通りの、はい、そうですね、得点と言っていいでしょうかね。はい、はい。